日南市の山あいにある大久保小学校。2012年から6年連続一人だけの新入生で入学式がありましたが、今年は双子とそのいとこ3人の新入生が入学してきました。高村佳穂さんと金向くんの双子と親同士の兄弟でいとこになる杉田優愛さんです。おはようございます。入学おめでとうございます。おめでとうございます。4人の上級生たちからリボンをつけてもらいます。緊張をほぐそうとスタッフがこんな質問。じゃあ好きな食べ物は何ですか？いちご。いちご。桃。好きな果物はそれぞれ違うみたいです。一卵性なのでそう似てるとこってないかな。食べ物も全然別なものを好みますし、だからご飯食べに行こうって、僕お肉、私ラーメンって言って全然別々なところで、だからいつもじゃんけんして片方に行こうっていう感じですかね。去年は新入生がいなかったので2年ぶりとなった入学式。複数の新入生が入学するのは2011年以来8年ぶりとのことです。高村佳穂さん。はい。高村かなむさん。はい。杉田優愛さん。はい。以上男子1名女子2名計3名。新入生の氏名点呼の後、校長先生から真新しい教科書が一人一人に渡されました。2年ぶりの入学生ですので、皆さんが入学してくるこの日をこの会場にいるみんなで楽しみに待っていました。いつも話をしっかり聞ける人はお勉強もよくわかるようになります。もう立派な大久保小学校の1年生です。学校は楽しいですよ。給食は美味しいですよ。大久保小はみんな仲良くなります。遠足、プール、運動会、楽しいことがたくさんありますよ。そして歓迎の言葉と歌で楽しい学校生活を過ごすことを誓いました。1年生にもっと優しくしてあげたいです。大丈夫かどうかすごくドキドキしてる。悩んでることがあったら一緒に考えてあげたいです。これからの学校生活に期待が膨らむ3人。勉強頑張りたいです。跳び箱頑張りたいです。お勉強頑張りたいです。大きくなったら何になりたい？警察。ケーキ屋さん。一緒にいようね、ゆわちゃんとやる。ケーキ屋さんになりたいです。これも名前書いてきてもらっていい？担任の山村茂樹先生。はい。茂樹先生、はい、去年いなかったので1年生がすごく楽しみです。学校が活気が出るかなと思って楽しみに待ってました。地域の人や保護者からも期待の声を聞くことができました。もうとても嬉しくて、これからの成長がすごく楽しみです。地域の方も喜んでくださっているのですごくありがたいです。楽しくいつも遊んでるみたいですけど、地域の人とたくさん交わってもらって
楽しい学校生活を送ってもらえるとありがたいなと思っています。地域の、まあ、力、まあ、じいちゃんばあちゃんたちに、まあ、囲まれながらというところを発信し続けることができるのはやっぱり学校があるからっていうのもあると思うので、はい、まあ、学校を、まあ、もう少しでもこう残していければなと思ってます。帰りの挨拶をしましょう。さよなら。さよなら。大久保小ではじゃんけんをして勝たないと家に帰られないそうです。じゃんけんぽい。負けた。はい、今日は学校お泊まりが入ったんで、はい、じゃんけんぽい。じゃんけんぽい。はい、どうでしょう。平成時代最後で令和時代最初となる1年生。1年生頑張るぞ。大久保小学校では来年、今現在、1人の新入生を予定しているそうです。